ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は異国の出来事。監督はビリー・ワイルダー。1948年の作品です。終戦直後のベルリン。米軍の風紀の乱れを監視すべく議員団が現地に到着。そんなさなか、陸軍のプリングル隊は、かつてナチの要人との関係が深かった歌姫、エリカに熱を上げており、果たして、というお話です。出演は、ジーン・アーサー、マレーネ・ディートリヒ、ジョン・ランドほか、同じ敗戦国でも、日本とはかなり事情が違い、戦勝国の共同支配下にあったドイツ、ベルリンの興味深い状況、アーサーとディートリヒ、同世代ですが、全く、タイプが違う二大美人女優の意外な共演。日本では劇場未公開だったワイルダーの知られざる名作です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。